ストレートエニアグラム二等辺の友人屋です。T 隊長です。隊長でございます。はい、今日は、エニアグラム、タイプ8の異性と、仲良くなる。仲良くなるには、どう駆動、どう駆動こう、どう落としていこうみたいな。今日はタイプ8でございますと。どうしていきがあんのかと。というのは、このタイプ8というのはどんな人かというとですね、心の奥底にある欲求を何事も自分でコントロールしたい、自分の思い通りにしたいと思っているパワフルな人たち、なので価値判断とかも、今日はタイプ8っていうのは自己主張、なので自分にとって損か得か、っていうのを得なものを取りに行く、多分このガッツセンター、本能センター、本能センター、はい、の人って、はい、自分のこう快適な状態、はい、を維持したいから、はい、それに役立つかどうかなんですよ。なるほど。でそれを自己主張なんで積極的にそうしていこうっていう取りに行く人たち。なんでその人との付き合い方も、人前で自分を主張して、自分の意思を通そうとします、なんでその他人に対して挑戦的で、場合によっては敵対的な構えをして持っていますと。なんでその自分から人に譲ろうとか、妥協することは、まあ健全度が高い場合は別なんですけども、まあ通常であれば譲るとかはあまりしない、でその他人を自分の思い通りにコントロールしたい人たちですと、でそのコントロールできる人たちは自分の仲間だと思ってるんで、はい、徹底的に守りに入る、この仲間のことも守りに入る。なるほど。頼り、頼り、中に入ってる人からすると頼りになる、頼りになる、はい。でその物事の受け止め方としては、まあ先ほどおっしゃったように、厄介なことがあると即座に反応してすぐに行動に移しますよと、その時の自分の感情を胸にしまっておくことができず、怒りをあからさまに人に伝えますと、守ってるのか、はい、取りに行くのかっていうところですね。なんでうちの親父とかもよくなんかこう思うじゃないですか、怒ることがあったとすると、はいはい、ちょっともうこれは言わないでおいたんだけどって言ってこう僕とかに話す、はい、けど結局言いたくなって言いに行っちゃうみたいな。なるほど。我慢しきれずにやっぱり言ってくるわみたいな、納得いかないことがあるとちょっとあの態度どう思うかみたいな、言わずには折れない人たち、言わずには折れない。なんでよく有名人で、言われているのは、例えば男性で言うと、剣道小林さんとか、極楽とんぼの加藤さんとか、長嶋一茂さん、橋本徹さん、堀江門さん、男性で言うと、なんでよくガッツセンターの人って声が低いって言いますよね、腹から声が出ている感じ、で何か言われてとっさに出るんじゃなくて、腹に落としたものが口から出るみたいな、だからまあ単純に声が低いっていうことではないことではない、なんか自分の声の出るトーンがあって、低めのところで喋ってるみたいな感じ、だから声の質がそもそも高い人は高い声だったりするけど、そうなんですか。そうなんでここで言うと、私タイプ6、思考タイプです、で体調がタイプ9で、ガッツセンター、よく動画見てる人からは、すごい声が、低いと、低い、はい、なんかこう低いところで喋るって感じですよね。そもそもなんか声のトーンって声帯とかが関係してくるんで、はい、声の高いが本能センター、ガッツセンターの人もいるわけじゃないですか。あ、なるほど。例えば女性と男性で言えば女性の方が圧倒的に声が高いじゃないですか、まあ、そうですよね、はいはい、で女性が男性みたいな声で喋ってるかっていうとそうではなくて、あ、なるほど、自分の出せるトーンの中で低い部分で喋ってるみたいな。なるほど、だから歌を歌ったりすると結構僕高い歌を歌ったりするんですよ。いや、そうなんですね。で高い声が別に普通に出る、まあ、ここからここまで出て普段喋ってるのがここで、歌う時はここになったりするんで、あ、すごいなんか喋ってる時と声が全然違うねみたいなことを言われる。なるほど。なのでこう自分の持ってる声帯の低いところで喋ってるのかなって。でここの受け答えとかも、体調の場合はっていう一呼吸入る、一呼吸、もう考えて落として喋るみたいなっていうタイプなのかな、なんで女性でいうと例えば蒼井優さん、柴咲コウさん、片瀬奈良さん、よくその男勝り、姉御肌なんていうタイプ、
まあ、男性も女性もやっぱりその困難に立ち向かっていく力強さを持ってますよと、うん、なんで男性もリーダーシップがあって、うん、女性でいうと姉御肌なんて言われるタイプ、うんうん、ここでこのタイプ8の恋愛傾向なんですけども、うんうん、恋愛傾向としましては、うん、人生に強い刺激を求めるタイプ8、うん、挑戦する人ですからね。よく言われますよね、挑戦する人を、はい、挙げられるのが挙げられる。でその恋愛にも刺激を求めますと、うん、その恋は獲物を狙う駆け引きのようなもので相手にはストレートに迫っていくでしょうと、うん、でお互いが身も心も結びつくことで恋の実感を得ますと、うん、なんでそのタイプ8の場合は恋愛も支配、うんうん、支配するか支配されるか、うん、っていう関係で捉えられますと。あ、この人たちって支配されるのが一番嫌なわけじゃないですか、はい、コントロールされるのが嫌だ嫌なんで、はい、支配しようとするんですよね。なんでしょうね、うん、で自分が相手を支配しようとして、うん、自分が支配されることは望みませんと、うんうん、なんで、であとは愛は愛と性、うん、愛と、うん、まあ、成功の性ですね、うんうん、性は直結していて、うん、まあ、恋愛感情は即、うん、まあ、そういう経験体験と結びつきますよと、うんうん、なんで男性の場合、うん、特にその、性への関心が強く出やすい、うんうん、なんでその女性からは体だけが目的みたいなことが言われたりしますと、うんうん、橋本さんは最近また子供ができましたね。おめでとうございます。そういうことどこですかね、ことかもしれません、はい、で、あとそのタイプ8の内面の奥深くには、うん、まあ、ナイーブで傷つきやすい子供のような純真な心がある、うん、だから多分支配されたくないんですよ。 そこに触れられたくないからっていうことなんですかね、うん、なんでその恋する相手に対しても、うん、優しさとか思いやりは持つんですけども、うん、そういったその柔らかい部分っていうのは、うんうん、そのや、なんていうんだろう、自分の弱さとしているので、うんうん、表には出そうとしない、うん、なんで弱みは見せない、うん、それはあのコントロールされたくないから、うんうん、っていう人たち、うん、あとはその相手との関係がこじれると、まあ、複雑な感情の駆け引きには耐えられずに、うん、もうじゃあ別れようと、うんうん、コントロールできないと分かったら別れよう、うんうん、ってなりますと、うんうん、なのでその関係を 長続きさせるよりも、うん、まあ、自分から壊す方が得意なタイプですよと、うんうんうん、なのでその結婚生活もあまり長くは続かないなんて、うん、エニアグラム9つの性格診断には書かれています、うんうんうん、私が言ってるわけではありません、うん、ちょっと逃げました。はい、なのであとはその、パートナーとは何か共通の目的を持って、まあ、現実に何か利益がもたらされるような、うん、仕事やビジネスを共に行うみたいな、うん、同志となると、うん、まあ、結婚生活も長く続きますよっていうアドバイスがされています、うんうんうん、なんでその恋愛でこちょ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 なんか駆け引きしてっていうのがもうめんどくせえと、うん、めんどくせえっていう人、うん、挑戦ですからね、あの山に登るんだみたいな感じですよ、俺についてこいみたいな。で女性も多分そこはそうなんですよね、うんうん、私についてきなみたいな、うん、まあ、この間の動画でも山ちゃんと蒼井優の、はい、山里さんがタイプ6、うん、で蒼井優さんがタイプ8ではないかと、うん、はい、うん、っていうのを挙げましたね、うん、はい、そんな感じでしたよ。確か蒼井優のコメントとかが見れるのみたいな、あ、映画、自分が濡れ場、あのそういった映画で濡れ場のシーンがあって、うん、あのお前に見る気があるのかと、うん、で山ちゃんがさ迫られたとっていうとこですよね、はい、きっと女性であっても、うん、あの見た目はとても可愛らしい、清楚な、ね、可愛らしい方々ですけど、恥っぽくは見えない感じですけど、はい、で、まあ、この方タイプ8の方々のパートナーとの付き合い方としましては、まあ、必要以上に自分を強く見せようとして、うんうん、まあ、本当の思いとは裏腹のことを言ってみたり、うん、まあ、自分は君のこと全然必要としないよ、うん、みたいなことを言って、うん、相手を自分から遠ざけてしまうことがあるよ、うん、それはもう自分が一人で生きていけるんだとか、うん、別に一緒に行っても一緒にいてくれなくてもいいよ、うん、って言っちゃう、自分の考えが正しいと思ってるんですよね。
このタイプ8の人、はい、でそこについてこれるのか来れないのかみたいなところだと思うんですよ。お前は俺の考えについてこれるのかみたいな。あとはまあその2人でいないと寂しいんでしょとか、うん、そういうふうに思われたくない、思われたくない、自分がそうやって思ってたとしてもそういうふうに思われたくないから俺一人で生きていけるし、でその考えについてこれないのはお前なんかいらないってことを言ったりする、なんとも面倒くさいっていう、はい、多分本能タイプは結構あるかなって、僕もそんなところはあったりします。そういう言い方とかはそんな言い方しないですけど、はい、タイプ8みたいな直接的には言わないですけど、もう6からするとちょっと考えられない、うん、なんでそのあとはそのタイプ8っていうのは、うん、口に出した言葉、うんうん、相手が口に出した言葉をそのまま受け取る、うん、自分も違うくせに、うん、相手が言ったことはストレートに受け取るので、うん、そうやって受け取って、うん、もうじゃあいいみたいな、うんうん、修復できないような関係になってしまうこともある、うん、なんか駆け引きは多分難しいんですね、タイプ8と。難しいです、うん、でそのもしタイプ8の方々と、うん、タイプ8の方々に対して言いたいのは、うん、まあ優しい気持ちをちょっとでも見せてくれると相手の人たちは行ってきてなんか付き添って、うん、寄り添ってくれるかなとは思うんですけども、うんうん、まあ、この動画ではこの8をどう落としていくか、なので言ってみればこの8の人にどう気に入られるかだと思うんですよ。こういうことじゃないまあこういうこともあると思う、ありますよね多分、うん、かわよしよしういやつじゃんみたいな、かわいいやつじゃんみたいな、でそれをうまくコントロールしていく、下からですね、下から、山田さんのようにそうコントロールしてるって思われるとバーンとこう違うってで、はい、それがこう分からないようにこう下からこう上手に転がしていくみたいな。でまあよくよくというかうちの母親がタイプ6で、はい、父親がタイプ8で、はい、でうまく転がしてたなっていう。なるほど。そう、みこしの上でお父さんがなんかあのなんかあるとするじゃないですか。そしたら全部根回ししとくんですね、うちの母親が。その親父に指示されたからとかじゃなくて、気づかれないように気づいたんで、それをこうやっといたからみたいな感じで言うと、あこいつは俺のためにいろいろやってくれるみたいな、よし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 近くに置いてやろうってっていう感じでこううまくこうで、それをうちの母親が自分のやりたい方向にこううまくコントロールしてるんで、でも出過ぎた真似もあまり良くないんですよね。出過ぎた真似はしないですね。だから出過ぎた真似はプシャってやる、プシャって、はい、だからこうタイプ6の母親とタイプ8の父親がいたら、はい、そうタイプ9の僕としては相談しやすいのは母親じゃないですか。それはもうそれはそうです、ね、何でも気軽に話ができる、基本笑顔ですから、あどうしたのってこう聞いてくれるのが母親なんで、はいはい、こう進学の時とかもちょっとここの学校に行きたいんだけどとか、こんな勉強したいんだけどってこう母親に相談するじゃないですか、はい、あの分かったみたいな一通り全部話を聞いて、でもその話はお父さんに先に言いなさいみたいな、あお母さんは今聞かなかったことにしとくからみたいな感じで、お父さんにはちょっと、まあ、お母さんよりも先にお父さんに相談しに来たって言いなさいって、なんでっていうエピソードを聞くと、うん、頼りにされたい、頼りにされたい、頼りにされると、うん、よし守ってやるっていうことなんですね、うん、こいつは俺だから今でももう定年退職して、はい、僕の24上なんで68とかですね、はい、こう困ったことがあったら俺に何でも言ってこいって今でも言いますからね。頼りになる、頼りになる、はい、でもう全力でなんか支えてやるみたいなことを今でも言うので、やっぱ気持ちはもうちょっと変わらないんですね、うん、やっぱり。でもこうそうそう頼ることないじゃないですか、もうこの年になると。まあそうですよね。でまあそのじゃあでそれが寂しいんですよ。 AI 関係に詳しいかっていうとそうそうそうでもないでしょうし、でこう例えば僕だったらビジネスの話、はい、ビジネスどういうふうにしたらいいとか相談しても、ずっと公務員だった父親よりも、まあ、僕の方がもうずっと詳しいみたいな、まあ、ね、何年も何年も一人で飯を食ってきてるんで、はい、こうあんまり参考にはならなかったりするんですね。これはこうした方がいいんじゃないかなって。精神ですよ、気持ちですよ。そうハートハート、こう自然とこう言わなくなる、相談しなくなると、蜂、はい、としては寂しいんですよ。相談され頼りにされてないっていうのが、はい、寂しいので、もう意味もなく相談をする本当は答えを求めてないんだけど相談するみたいなのが多分気に入られる。なるほど、うん、っていうやっぱりその、うん、いかに
まあ、この6的な表現がどうかと思うんですけど、うん、取り入るか取り入るかまあだから6の人はうまくやっていけると思うんですよね。そうですね、うん、ついてきますね。ついてける女性でも全然、うん、こう下から あの子かわいいなと思ったらこうでなんかこうおだてるっていうよりは頼りにするって感じ、ね、そうですね、うん、確かに頼られたい人たちで多分頼るっていうのは自分の仲間が増えるっていうような意識だと思うんですよね。はい、うん、それはもうこっちの中に入れば守ってもらえる、うん、守ってもらえる、まあ、ただ健全度が下がってくるとちょっと面倒くさかったりするんですけど、はい、まあ、健全度が下がるとどのタイプも面倒くさい、まあ、どのタイプも面倒くさい、うん、っていうこのタイプ8、はい、で、タイプ8の 人々とどう付き合っていくかなんですけども、うん、熱意を持って、うん、熱意の、まあ、テンションを合わせる、うん、難しいタイプ8は肉体的にも精神的にもエネルギッシュな接触が好きですと、うん、あとはその強さ、うん、自信、正義感を認める、うん、評価する、うん、すごいと。だから男性だと、あ、まあ、男性と女性だとあんまり関係ないか、こう男性と男性とかだとうちの男性は強くあらなければいけないって思いがすごい強いじゃないですか、はいはい、だから有利タイプの僕にはでも男は強くなれみたいなことを言うんですよね。でもまあ基本は言ったことは分かりますけどね、まあまあ、でもそんなに強くならなくてもこ うまく要領よくやってた方がいいんじゃないとか僕は思ったりするんですよ。まあ孫子はそう言って言ってますよね。そう極力戦わないように戦わない、はい、こう要領よく生きていった方が多分世の中得する、はい、敵作って攻撃するよりも後に何が残るかって話ですよね。そうそう、はい、っていう思いを持ってる僕からするとこうその熱意を合わせるのがすごくきついみたいな。今この人たちを口説くために、うん、口説くために口説くためですか。だから女性であっても多分強さを求めてるのかなとは思うんですよね。男性に対しても男性に対して強さを求めたり、あでも守ってやりたい、まあでもこの人たち求めてるのはあ、まあ父親が息子に対して思うのは俺のように強くなるだと思うんです。そうですね、はい、うん、だけどこう異性に求めるのは私をサポートしてかな、なんで、まあ、仲間に、うん、女性が男性に対してなら、うん、ついていくわでいいですよね多分、うんうん、そう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 、ついていくわで男性が女性に対しては、うん、あなたのやることを、うん、応援する、応援します、サポートします、うん、サポートしますって、もうすごいことをやってるからみたいな、すごい挑戦しててそれに対して評価する、はい、もうすごく心を打たれたみたいな、はい、さすがだと思うからちょっといろいろサポートしたいみたいな、下からこうういやつじゃって、ういやつじゃ、はい、はい、あとはその彼らの前では正直かつ素直にいましょうと、うんうん、で彼らの意見に耳を傾ける、うんうん、そうですね、うん、話を聞きに行く聞きに行くそう頼りにする、やっぱ一家言ある人たち、うんうん、ちゃんと、あとはその本当に彼らに対して傷つけられた時は、うん、ちゃんと言うのがいいですと、ちゃんと言うのがいい、それは傷つけたと思っていない、そんなことで傷ついたのって、うん、あ、そんなこと思ってなかったみたいな。なんかこの間僕、この間とか昨日かな、Facebook の、Facebook じゃないや、YouTube のコメントにそのようなこと書いたんですよね。はい、子供頃ずっとこううちの親父がスパルタで野球をやらされてきたんですよ、はい。で、その野球が苦痛で苦痛でしょうがないんですよね。この楽しくないところをトレーニングしろですからね、毎日、はいはいはい、星一徹のように、まあ、特に昭和の昭和50年代生まれとしてはそうそう、はい、朝6時に起きて走ってこいって、はいはい、水飲むなんですよね、水飲むなの世界で、はい、で夜になったらこう素振りをしろとか、はい、こう平日のナイターやってたら見たいアニメがあってもここに座って見ろみたいななるほどっていう中で座ってるんで、もう野球がすごいストレス、はい、野球って聞くともうストレスっていうトラウマがあって、はい、でこう小学校を卒業して、だから小学校もう低学年ぐらいから1年生の時からずっと野球を、でその前からもう親父と野球をこう、あもう苦痛のやらされてて、で小学校から中学校に入ると部活が始まるじゃないですか、はい、でうちの親父が当然こう野球部に入るもんだと思ってますよね。何も入ったんですか。陸上部でその小学校の時かも野球は楽しいだろうみたいなことを、はい、言うんですよね。で楽しくないとは言えないから楽しいってそうか、陸上部か親としては寂しかったでしょうね。でその時にこう親父は怒るわけですよ、はい、
ずっと野球やってきて野球やめるんかみたいな感じで、はいはい、そうですね。だけどそこで僕がもう野球が嫌だっていうのをこう真面目に訴えたんですよね。なるほど。もうそこそこ体も大きい中学1年生。中学生でその、まあ、気持ちを訴えたんですよね、はい、でこういう子供の時からこうもう実はそんなに好きじゃなかったみたいな強制的にやらされて野球って言うと素直に言った。そう、野球って言うともう辛い思いしかないみたいな、はい、でお父さん怖いし逆らえないからずっとここまで来たけどみたいなことを本音をぶつけたら、はい、あ、そんなこと思ってたんだって、お父さんが悪かったみたいな、これから好きなことやれみたいな、言えばわかる人です。そうそうそう、言えばわかる人だから逆に我慢をするとわからない。あ、この人たち俺が楽しいんだから楽しいんだろ、楽しいんだろ、自分の感覚が正解だと思ってるんで、はい、分かんないんですよね。自分の感覚正解は多分どのタイプもそう、まあそうですね、あのような気がしてます。僕は結構いろんなタイプ、あ、その考え方もあるよね。そうですね、あんまり自分の考えがないタイプなんで。あとはまあ双方の自尊心が保てるような妥協点を見出しましょうって書いてあるんですけど、うんうん、まあ6に8に合わせた方がいいんじゃないかな。8に。なのでそのバランスをうまく見極めることが大切なんだろうな。あ、なるほど。あとは相手が怒り始めたら離れて怒りが収まるのを待つ、うん、離れましょうと、うん、そこに反応しちゃダメです、こっちも、うん、あ、そう、どんどん燃えます。もうどんどん燃えます。燃えるのは早いです、こっちは。そう、これ僕のまたエピソードですけど怒られるじゃないですか、はい、言いたいことがあったら言えって言うじゃないですか、はい、でもとか言ってでもって言った瞬間言い訳するなって言われますからね。あるあるですよね。聞けよとか。あるあるです。まあ反応タイプなんで。反応タイプ。あのバッて表明すれば一回ちょっとスッて収まるので。だからずっとでもこう結構僕説教とか2時間とか聞きますから、正座で2時間。あ、6よりも8の方がエネルギーが強い。エネルギーが強いので。でこう2時間とかずっと正座してて。で終わった頃にようやく自分の意見が言えるって蜂の方があの理路整然と話せるでしょうね、うんうん、あとはその相手が一人になりたい時、蜂が一人になりたいよってなってる時は意見を尊重する、うんうん、基本はもう蜂のやりたいようにやらせるっていうのがいいかもしれない。蜂は自分のやりたいようにやりたいタイプなんで、はい、そこをこう認めてそこをサポートするような、そうですね、うん、でそことうまく折り合いをつけて行動しておけば、で一緒に行動していけば多分そのどうやって意見を通すかっていうのも見えてくるでしょうね、うんうんうん、付き合いが長いと、うん、あとはその彼らの威張り散らすスタイルをある程度受け入れる、うん、この蜂と付き合おうと思ったら、うんうん、そうそう、でそれはでも全ては個人攻撃、あなたへの攻撃じゃないよと、うんうん、まあ、だから発言自体がちょっと上から目線だったりするんで、ずっとそう、その辺を耐えるというか、まあ、個人攻撃じゃなくて、まあ、うん、やりたいことを言ってるだけ、効率してるわけじゃないですよね、はい、と思うことがいいですね、うんうん、もうそれが素の状態だから、別に見下してるわけでもなくない。であとはまあ蜂の支え方としては、うん、まあ、これ言えるのかな、他人の意見に耳を傾けるように頼む、お願いする、意見を聞いてくださいと。でもあると思いますよ。あ、なんか僕と直接じゃないんですけど、はい、またエピソードですけど、はい、去年うちのおばあちゃんが亡くなって、はい、親父と鹿児島に行ったんですよね。あ、その時はうちの親父と2人で、はい、あと、まあ、親父の親戚がいっぱいいて、はいはい、親戚というか僕の親戚ですよね、はい、いっぱいいてっていうところで、で僕はホテル取ってるから帰る、はい、まあ、ホテルまで帰る、で行った時にタクシーを呼んだんです、葬儀屋の人に、はい、ちょっとタクシー自体お願いって言って、ちっとも来ないんですよね。もっと気な臭い匂いが、はい、そう、でそれに対してうちの親父がいつまで待たせるんだみたいな、はいはい、いや、まあ、タクシー会社が今混んでるみたいでみたいな、はい、そんなことなみたいな、混んでるんだったら混んでるって言いに来いよみたいな、それが筋だろうみたいな、テレレテレレでこう、レレレこう上着とかこう出してこう立ち上がって詰め寄ってくんですよねっていう時にこう僕とかがちょっともうやめるみたいな、やめといてみたいな、まあ、そうやって言ってもみたいな、みんないるしってみんないるし、こうちょっと、まあ、この人はそうやってつないだだけだからみたいな、はいはい、まあ、この人文句言っても始まらないからみたいなっていうこう、まあ、意見を聞くようにこうしてもう気持ちを抑えて席に戻らせたみたいな、リラックスしましょう。あとはその人々の、うん、人々の多くは
対立を避けたがってるんだよっていうことを教えてあげるっていうことですね。そうそうみんなが別にタクシー早くなくてもいいと。そうそうそう、まあ僕待つしみたいな、はい、そのうち来るなら喧嘩が始まるのが一番嫌だと。そうそう、そうですよね。そこで喧嘩するんだったらもう30分待つっていう。特に体育系はそうですよね。そう、人との葛藤は嫌なのに。そうそうそう、あえてそこで喧嘩しなくても待ってくるんだったら待つ方が楽ですね。待つ方が楽、はい、まあ、親戚一人じゃないしね、親戚いっぱいいるし、はいはいはい、あいつに喋ればいいですよね。そうそうそう、でこう、ね、何十年ぶりに会ったいとこの子とかいるわけじゃないですか。あ、もう話しましょうよ。 そのホテル帰らずに。そう、あんなちっちゃかった子が可愛くなったなとかいるんですよ。はいはいはいそう、だからみんなが、うん、その葛藤避けたがってるんだっていうことを伝えるそう、でもここはタイプ8としては負けちゃいけないみたいな、俺は弱くねえよってそう、勝たなきゃいけないっていうタイプですと。っていうタイプ、はい、あとはその抱えている悩みを相談したり、まあ、自分の弱さを打ち明けることが気持ちよくできるように協力してあげる、うん、でもまあ見せないんでしょうね、うんうん、でもまあちょっとでもそうやって何かあったら言ってとかっていうのは、うん、まあいいのかもしれません、うん、異性が異性に対して何かあったら言ってとかっていうのは、うんうんうん、多分本心と本心でぶつかり合いたいみたいなことは思ってるんですよね。だから議論が好きなんですよ。あ、議論が好きっていうのはタイプ8もあると思います、うんうん、まあ、だからこう意見が食い違ったらこう屈服しに来ますけど、屈服させに、はいはいはい、俺の言ってることの方が正しいだろうっていう、はいはい、なのでなかなかこう変えられはしないですけど、まあ、でもこう意見をぶつけるのは好きなので、議論がでも、まあ、うん、あの個人攻撃ではないっていうことは、うんうん、あの分かっていると思った方がいいかもしれないですね、うんうん、そういうのが単に好きなんですよね、はい、多分6とかだとそれは結構また個人攻撃の方にあそれていくような気はするんですけど、そこまであの、うん、表裏のあるタイプではない、うん、だから個人を攻撃するっていうよりは自分の意見を正しいっていうことを押し付けたい、うん、なるほど、タイプなんで、この人がいいとか悪いとかっていうよりは俺の意見の方が正しいんだっていう主張をとにかくしたいっていうのはもう男性も女性もあるので、うんうんうん、どう取り入るか、うん、取り入るかってごめんなさい、僕らしいこと言っちゃいましたけどもまあでもどう取り入るかが一番しっくりはきますけどね、はい、下からこううまく転がす、うまくバレないようにコントロールする、バレないようにコントロールする、はい、で今日はタイプ8をやりまして、うん、次はタイプ9、はい、なんで体調がタイプ9なので、うんうん、あのちょっと今日みたいにいろいろエピソードが、うん、エピソードが、いや自分がどうだったみたいなのか聞けるといいんですけどね、うん、またタイプ9はちょっと分かりにくかったりするので、タイプ9の口説き方ですね、口説き方、まあ、簡単だと思いますよ、タイプ9は交互期待ということで、はい、ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。